マルバスのマークマルバスは、悪魔学における悪魔の一人、バルバスとも呼ばれる。ゴエティアによると、序列5番の地獄の大総裁、36の悪魔の軍団を率いるという、大王議書によれば、ルキフゲロフォーカレの支配下にあるという、レジナルド・スコットの陽日の開示1655年版に記載されている、パイモン、バティン、バルマを呼び出し、その恩恵を受ける方法の中では、 パイモンがマルバスの会にある存在であると説明されている。召喚されると競争なライオンの姿で現れる。召喚者が命じれば人間の姿を取る。隠されたものや秘密に関する質問に真摯に答えてくれる。また、薬病をもたらす力とそれを治す力を持ち、工芸に関する優れた知識も有しているとされる。人の姿を変化させることもできるという。 シェイクスピアのウィンザーの陽気な女房たちなどの作品に登場するバルバス運はマルバスのことだと考えられている。韓国映画黒い司祭たちでは少女に寄り付いた四体の悪魔のうち最後まで抵抗した悪魔がマルベスと名乗っていた。サダマナーキアデーモヌム、ハットアーサーエドワードウェイト、ザ・ブック・オブ・セラモーニル・マジック。 P187 この部分は、レジナルド・スコットによる元のテキストにはなく、別人によって足されたものと考えられている。ツイリット・グロッド、アーカイブス・オブ・ウエスタン・エセテリカ内の文書の、編集者による序文を参照。T 会、セッシェルトン・ダイヤー、ホーク、ロア・オブ・シェイクスピア、P57、ありがとうございます。